上階にあるのは72基もの仏塔。島自体をご神体として祈りを捧げていた沖ノ島。時を同じくしてボロブドゥールでも人々は巨大な建造物に祈りを捧げていたのです。こちらはシャイレンドーラオ朝時代の貿易船です。掘られている船は7世紀から8世紀の間に実際に使われていたものだと見られています。この船を使ってシルクロードを航海していたんです。この遺跡もまた沖ノ島と同様に航海の安全と国家の安寧を願う大切な祈りの聖地でした。しかし王朝の繁栄は長くは続きませんでした。遣唐使廃止のおよそ60年前の832年、王朝は倒れ、ボロブドゥール遺跡はおよそ1000年もの間ジャングルの中で眠り続けたのです。その後ボロブドゥール遺跡は人々の記憶から忘れ去られて長い間ジャングルに埋もれていました。なぜなのかは今もミステリーなんです。忘れ去られた2つの世界遺産、沖ノ島はなぜ忘れ去られたのか、その謎を解き明かすためにデビッドさんは世界遺産宗像沖ノ島とその遺産群を巡りました。入ってもよろしいですか。日本の祈りの変化を今に伝える沖ノ島。世界遺産になった沖ノ島は今何を伝えようとしているのか。一人の外国人研究者がその扉を開けようとしています。宝物に隠された謎にデビッドさんが迫ったドキュメンタリー番組を放送します。明日土曜日午前10時半からの放送です。ぜひご覧ください。